こんにちは。タイトルの通りなんですけども、ここ2週間で、まあ今ね、軽く計算したけど4000万円損失出してるんですよね。いや、私もね、昨年はね500万円ちょっと詐欺にかかったみたいな感じだったんですけども、詐欺って言ってもね、詐欺とは言えないですね。情報の少ない中、私がそこに投資したら、まあ、私の捉えきれてない情報の中で悪いことが、まあ、起きてしまったということで、詐欺ではないけども500万円ほどいかれちゃったかなっていうところでね、だんだんなんかやられちゃう、失敗する金額も大きくなってきたなってとこだったんですけども、今回は4000万円ですね。いや、さすがに4000万円こう消えると痛いですよ。痛いけど、まあ何かに使おうと思ってたわけでもないですし、この投資のその含み益が含み損に、ね、なっただけ。まあ含み益が減って、相変わらず含み益なんだけども、こちらの含み益の中から損失が起きたってことですよね。これからね、細かく計算してみたいと思いますけども、消失した含み益という言い方であればですね、まあ1億円は言ってないけども、まあ7、8000万はくだらないぐらいのダメージなんじゃないかなと思ってますね。まあけどね、まあこういうもんですからね、だって投資っていうのは。だからもはや10万20万とか100万200万っていう単位は確かに痛いんですけども、痛いんだけども、生活費、その他生活に付随するお金っていうのとは違うお金が増えたり減ったりなんで、そこまで激痛かっていうと激痛ではないかなと思います。ただ期待していたキャッシュフローがこれで起こせなくなるのはちょっとね、残念だなと思いますね。ただ反対にですね、言えることは、暗号通貨で今回損を出してるんですけども、暗号通貨の価格が全体的に下がってるんですよ。で、反対側を言えばね、下がってるということは誰かが売り抜けたってことなんですよ。例えばビットコインを700万円で売った人がいるから700万円から価格が落ちてますし、600万円で売ってる人がいるから500万に向かって価格が落ちてますし、500万で売ってる人がいるから400万に向かって価格が落ちていて、今は300万円台になってますよね。350、60万になってるじゃないですか。ってことは400万円でも売ってる人が出てるってことなんですよ。だからこういうふうに、なんで上がるかっていうと買う人が出てるから、なんで売るかっていうと利益確定してる人がいるからなんですよね。まあ、ですので、私もいろんな暗号通貨をやってる中で、リップルね、実はリップル私189円で売却してるんですよ、ね、それでまあスプレッドがありますんで179円での売却ポイントになってはいたんですね。まあ、ただそこで売ってよかったなっていうのは、私が売った瞬間値段がどん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 下がったんですよ、リップルに関しましては。でやっぱりね、私と同じようにその金額で売ってる人は結構いたんですよね。で平均取得単価はまあおおむねね20円以下の人です。もう私42円だったんですけども、50円以下の人まで範囲を広げると、ものすごいアカウントからリップルが放り出されてるわけですよね。まあ、ですんで、そういった人の流れがまずはリップルの売りの初動を起こしていたということで、そこからね、やっぱりね、180円とか190円に回復しないまま現在の80数円ですか、85円ぐらいになってますからね。これ今度リップルが100円超えるのはかなり難しくなったと思います。ただやっぱりリップルのことをポテンシャルを考えれば、またいずれね、200円、300円、500円、1000円に向かっていくと思いますけども、ただここ3、4年ではもう起きないんじゃないかなと思いますね。今回リップルが沈んだことによって、この危機を乗り越えた通貨にファンが乗り移る可能性があります。ファンが乗り移るってことはどういうことかっていうと、リップル以上に使えるコインがこれからは重用されるってことなのかなと思いますよね。まあ別の考え方もあると思いますんで、あんまり論争を吹っかけないでくださいね。私はそう考えてますし、なんせ全部売却したんですよ、私はね。あのリップルでの売却目標、これ4000万っていう利益をターゲットにしたんですけども、これリップル全部売却して、もうあの目標利益っていうのはね、達成しましたんで。ですんで、私としてはその後に大きな利益が見えていたとしても、それはちょっと私にとってはやりすぎになりますんでね。必要な目的を達成したら、いち早く撤退して利益確定をして、で得た資金を別のことでまたね、別のプログラムで目標とともに増やしていくって形で、こうやって乗り移りながらやればいいのかなと思ってます。でね、やっぱりね、信じれば信じるほど脇が甘くなるんですよ。だからこれ信じちゃダメなんですよね。信じるんじゃなくて、やっぱり自分のルールに従ってコツコツとやり通すことかなと思います。やっぱり価格がずっと上がっていくとね、予定していなかった追い金とかプラスアルファでの玉を埋めたりとかするんですけど、それもしない、私は。
だから体のに関しましてはプレセールで買ったもの1本でいきまして、途中での追加購入は一切しないようにしようかと思いますね、うん、でそれが私の計画なんですよ、うん、でこれから体のエダを見ておられる方、買おうかなと思っている方はステーキングもちゃんと視野に入れながらねやっていただきたいと思います。私もステーキングに入ったのはステーキングっていう制度が正式に開始されて半年後くらいからだったんですよ。それまではステーキングの報酬っていうのは私の計画に入ってなかったんで、ずっとね半年間悩んでいましたね。でステーキング報酬をどういうふうにするかってことが決まりましたんで、ステーキングにも参加しましたし、あと一方ではステーキングというものはどういうものかちょっと不安だったところもありますよね。あと私残された暗号通貨系の投資品目はイーサリアムになります。これはね20万円以上100万円適正価格ということで、20万円を超えたらもうね追加購入ができない金額だと思います、心理的にも。で100万円で、理想値になりますんで、まあ、100万ぴったりにいかなくてもね、そのあたりで決済かなと思います。少なくとも50万円超えるまではイーサリアムに関しましては決済を考えないですね。でビットコインはもう埋め込みまくり、もう一切決済しない、ビットコインはもうずっと決済しないと、私の生きてるうちはもう決済しないですね、ビットコインに関しましては。どこまで膨らむのかなってところです。今全体的に暗号通貨の暴落っていう時期になりますけども、これ2017年から2018年を思い出していただきたいんですけども、忘れた頃にもうねコインマーケットキャップを見なくなったよと、暗号通貨のニュースが出なくなったよっていう頃に仕込みが完了しますからね。だから情報がない時に、みんながね見てない時にこういった投資案件ってのは仕込んでおくんですよ。で景気が過熱してきて多くの方が注目してた時はもう売る時ですからね。だから私も体のまあじゃないリップルかリップルもすごくいい時期に売ったなと思います。もちろんこれ以上の利益が出ることも予想されますけども、それは私の力量外なんでね、力量外です。ですので私の先見の明がないこと、力量がないことは大いに笑ってください。私は自分の目標利益のためにやってますんでね、リップに関しましてはもう目標利益いったんで、もう生涯関わることはないかなと思います。こうやって喋るだけ喋るだけでございます。はい、あと残されたのはイーサリアム、ビットコイン、そして体のこの3点で暗号通貨勝負していきます。いってらっしゃい。